そう、今日はね、前回言ったダンズ・アット・ドリームのソロギターの、アレンジ、基本的なやつプラス、実践的なやつの2つを、こうやって実際に書きながら、作っていく過程を見せる感じでやっていこうかなと思います。これなんかちょっと準備してきたんですよ。黒本に沿ったのをこれ手書きしました。タブ譜なんですけど。で、まず1メジャーの G メジャーっていうコードの上で、メロディーがレですね。で、ギターだとレってここもあるけど、やっぱコードイメージつく G の場所ってここが強いじゃないですか。6弦ルートの。このコードを普段押さえる場所の付近だとハーモナイズしやすいです。なおかつ3弦よりも2弦でメロ弾いた方がやっぱりいろんな音弾けるので、なるべく2弦か1弦でメロディー弾いてますね、これ。もちろん低い弾き方もありますけどね、メロディーが低い。低いというか、音が少ないか。で、こいつは G から見た何度かを考えて、これは5度です。5度の音。で、このメロディーがトップの音、一番高い音に来るようにコードを弾くんですけど、皆さんどうやって弾きます？この場合はもう一番基本的な、自分ジャズギターを始めようっていうシリーズでも話したんですけど、これ弾けますよね。G メジャー7で2弦の5度がトップ。1735、これはね、俗に言うドロップ3っていう音の並び方ですね。1735。これまずじゃあこうしましょうか。で、ルート弾いて、で、次これが3拍目です。ここでコードが B フラットマイナー7で、メロディーがここなので、ここっていうか E フラットって言った方がいいかな。これも度数考えて、 B フラットから見た E フラットっていうのは4度、イレブンスですね。なので B フラットマイナーのイレブンスを弾けばいいんですけど、こういうやつ。これすごく基本というか一番初めに出てくるかなって感じ。このよく押さえるマイナーセブンの5度の代わりにイレブンスで、このメロディーを残したままコードが E フラットセブンになるから、次は E フラットから見たルートですね。で、これありますよね、 E フラットセブン。これだけで一応ソロギターになりますよね。みたいな。で、弾き方も「ジャーンジャーン」じゃなくて「ドゥデダダ」ってアルペジオとか弾いて、こうやって弾いたらこういうニュアンスになるし、ジャーって弾いてもいいし。次、Am7 っていうコードで、メロディーがミ。これは A から見た5度。なので、この基本的なこれ使えますね。で、ルート来て、これ。ここがコードが B7。B7 から見たこのメロディーは、シャープイレブンってやつです。これはね、こういう押さえ方があるんですよ。ルートマイナー7、メジャー3で、シャープイレブン。で、
4拍目ここですね、今ここで5度にナチュラル5度になります。まあクロマチックアプローチ的なってなので、例えばこっから指持ち替えてこの基本のドミナント7の押さえ方でもいいです。ここまでやるとって感じですね。じゃあその次 Em7 でメロディーが G の音。あ、でこれ今こうやって2弦と1弦使って上に上がっていってるのは、自分がその一番押さえやすい、まあ自分がっていうかギターが押さえやすいコードの付近ですね、狙ってます。これもまあ別にここで同じ音だなんだけど、 Em 今ここ押さえやすいから Em で -3 度こう、-3 度5度で、ここでコードが変わってるんですよ。これ黒本のままそのままコード書いてます。でこれは何かっていうと、キーが G の6度マイナーですよね。でここからベースラインが下がっていって、この3マイナー3マイナーフラット5、まあ、ここに向かっていく感じです。あのベースラインが、そういうアレンジで Em のマイナー3で、ベースラインが下がってまだ Em、 これ後で書いた方がいいのか今書いた方がいいのか、ここだけちょっと書こうかな先に。これはねこういう感じですね。5 5 4弦から1弦が、これはね Em7 の5度トップってやつです。3715、でここは A7 のサンドベースみたいな感じです。でこれこれなんだって なるんですけど、これはねどっちかというとキーの G から見たシャープ4のマイナー7フラット5とか出てくるじゃないですか、よくマイナーシャープ4のハーフディミニッシュで4のマイナーで3マイナーっていうこの定番の流れがあって、シャープ4、4マイナー、3マイナー、これサブドミナントマイナー、それのちょっと変化したものって感じですね。なんか個人的にはそうやって解釈してます。6マイナーからベース音だけ下がる、だから本質的にはここまで6マイナーで、ここがシャープ4、4マイナー、3マイナーって感じで、メロディーがこの音だから、これもクロマチックっぽいアプローチですね。ここをマイナー7フラット5そのまま弾いちゃうとちょっとメロと違うから、まあ、メロディーが先なのかコードが先なのか分かんないけど、この A7 のサンドベースみたいな書き方になってる感じかな。だからね、自分これはどうなんだろう、なんかこれを嫌う人もいるかもしんないけど、普通にソロ回しとかの時はこうやって弾いたりしますね。ここでシャープ4のハーフディミニッシュ
4マイナー3マイナーフラット5。あ、で、この後ちょっと ややこしくて、コードが C マイナーで、これメジャー7度なんですよ、メロディーが。C マイナーなのにメジャー7度。だから C マイナーメジャー7みたいな感じだけど、まあクロマチックでただルートに半音下からアプローチしてるだけって考えれば、別に C マイナーメジャー7弾かなくてもいいかなっていう。単純に考えると C マイナーのルート半音下だからこういう風なんですけど、こっから半上に上がるのが辛いので、こうしてます。これ6/9。3度弾かないとマイナーでもメジャーでもどっちでも使えるから、78778みたいな。で小指足してルート、はい、まあマイナーコードでメジャー7度がメロディーの時に、やっぱルート弾こうと思うと結構指がぎゅうぎゅうになるから、これでもいいですけどね。これ簡易版って感じだな。7887、これだけ。これは良くないですね。8887、これはマイナー7とメジャー7 2つ共存しちゃってるんで、だからこれを6に変える。メロディーここまでは来ました。でコードが Bm7flat5 で、メロディーここ、こいつはマイナー3度ですよね。まあ、1、2、3、1、今はフラットないんだけど、これのハーモナイズ分かりますか？サンドトップ、これはですね、まあ単純に考えるとこの4弦ルートのこういうのがありますね。1フラット5マイナー7マイナー3で、なおかつここから小指で12フレ弾けば、ここまでいけるので、まあこれがいいかな、基本編は。で7、コードが E7 なので、これ使えますよね、基本の押さえ方で1弦まで。一旦この1括弧の8小節までやろうか。で Am7 でメロディーが B の音、これは Am から見た9/9なので、あ、メロディー9/9だなーって考えて、これ一般的かな、9/9で10フレット。この音は A の11/11ですね、4度。これはね、こういう押さえ方があります。Am7、サンドトップのコードトーンハーモナイズに小指足すだけ。これがいいかな。で、F7 のってありますね。これ F7 の5度です。
だからまあこれでもいいし、まあ、こういうのもあります。ナインス入り、初めだけこれコード弾いて、あとは単音でメロディーかな。なんかいろいろできるけど、でここ7フレットで B マイナー5度、いつものやつ10フレットマイナー7、1回弾いてから半音下 B フラットマイナー5度トップ、いつもので3フレットメロディー、ここでコードが Am7、 これは A から見た 11th ですね。さっきもここで出てきた感じと一緒、マイナー7の 11th。 7フレ D7、 これはメジャーサウンドだから、よくあるやつで、3フレ、はい、ちょっとここまで書くか1回。はい、こんだけやったな。でここちょっと考えると、一応メロディーがこの音なんですよ。でコードが4回変わるので、まあいろんなやり方があって、3625ですね、キー G の3625で、まあ一つはもうこのメロディー無視しちゃって合いの手みたいな感じで、コードだけ弾くってのもいいし、もしくはこの音をちゃんと残したまま4回コードチェンジするってのもできますね。でこれ、こういうのって定番のフレーズとして覚えとくといいので、ちょっと1個やると、3マイナーからスタートして、このマイナーサウンドのこの音、キーの G から見ると5度の音、この5度の音をペダルにしながら、これ今3625弾きました。 Bm7 のマイナー3度で、次 E7、まあ、この開放弦の E フォーム、これ想像して、コードトーンで言うとこういうのがあるんですけど、これディミニッシュが弾けますね。 B のディミニッシュ、これが E から見ると E7 のフラット9です。なんかよくあるやつですね、ディミニッシュを使った代理コードというか、 E7 フラット9はイコール B ディミニッシュでもあるみたいな。でまた一緒、 Am の 11th、 D7 のルート、これで頭戻りました。はい、これめっちゃすごくオーソドックスな、なんていうのかな、ルールに従った感じかな。めちゃくちゃ分かりやすいソロギターですね。あやべえ、これだ。はい、これもなんか弾き方次第で全然ニュアンスは変わるので、これは結構説明しづらいんですけど、なんかいろんな人の音楽聴いて
なんか雰囲気とかつかむといいんですけど、例えば初めこのアルペジオで入って、なんか音切るか伸ばすかでも変わりますよね。あと一つ言うと、メロディー先に一回ポンって弾いてからコードみたいな。あ、ここ E7 って開放使えるから開放鳴らしましょうか。ゼロ。あとこうやってメロディースライドとかして、ここ裏コード D7 じゃなくて、このね5553、この6弦と4弦を1フレ下げるだけで Am7 のシャープ11裏コードになるので、そうしますか、カッコ Am7。 ちょっと一旦ここまでにしようかな。こっからちょっと応用編っていうか実践的なやつ話しますね。これが今やったのが基本的な、なんかコードトーンをハーモナイズしましたみたいな感じです。じゃあちょっと実践編をやると、例えばドアタマの G メジャー7で5度がメロディー、これ基本的な押さえ方だけど、例えば6/9でもいいですよね。3-2-2-3、まあこれ自分もよく弾くんですけど、で、あと G メジャー7だと、というかキーが G だと、この開放弦めっちゃ使えるので E マイナーペンタ、平行調の E マイナーペンタ、あの開放弦使う意識するとギターらしいというか美味しいです。で、一つ紹介するとっていう、これはね、こっちに書こうかな。3-4-0、3弦の開放を弾いてます。3弦の開放って G なので、4弦で弾いてるメジャー7度とルートが半音でぶつかってますね。これだけ聞くと気持ち悪いけど、まあ、コードで弾くと綺麗。これとかいいんじゃないですかね。で、このあと Bm11th Em7 って続くんですけど、なんか個人的にはあんまりこの2-5ってしっかり弾くのが、まあなんだろう、しっかり弾かない方がいいなっていう感じ。しかもその後 Am だから、せっかく Bb で半音上からアプローチできるのに Eb 行くとちょっとなってことで、こういう時はあの Bm と Em7 の違いって、この音がこの音、 Bb のマイナー7度が Em7 のメジャー3度に半音下がる、この変化があれば一応表情出るので、これぐらいでいいかな。うん、さりげなく、まあ、Em7 感を出すみたいな。で、その後 Am7 の5度トップ、これもなんか迷いますよね。マイナー7、6弦ルートのマイナー7で2弦の5度がメロディーの時にどうボイシングしようみたいな。で、例えばこういうのあります。
ー7でマイナー3度じゃなくて、ここにルートが もう一個あるんで、あ、これ G のこれと一緒か、考え方は一緒だ、3弦でルートで、今度はマイナー7度だから半音じゃなくて全音ではあるけど、まあ、若干そのクラスターっぽい感じとか、あのなんかマイナーサウンドを弾かずに、ここにイレブンスがあるんでマイナーイレブンスにして、次はイレブンスと5度を全音でちょっとぶつける感じでもいいし、なんかいろいろあるっちゃあるんですけど、まあ、今日はこれにしましょう。これめっちゃ綺麗。やっぱこれ開放弦なんですよね。開放弦、Am7 の5度、この音は1弦の開放です。これ覚えておくといいですよ。 Am7 って出てきたら、この5度の音って1弦の開放なんで、チューニングするじゃないですか。はい。でさらに2弦の開放は Am から見ると9インスなんですよね。なのでここで小指でマイナー3度弾いてるけど、2弦で9インス弾くからここで半音でぶつかる。まあこれちょっとあの壮大すぎて合う合わないは自分の判断でやってもらう感じなんですけど、例えばあの一回カッコで戻ってきてからこれ弾くとかね。うん、ちょっとここまで書きますね。はい。でここはまあこれしかないかな、まあこれしかないことはないけど、 B7 のシャープ11で、この5度に半音上がるときにこうやって指持ち替えてもいいけど、なんか指持ち替えたくないなってあるじゃないですか、あんまり音切れるから。なのでこのまま小指を5度に持ってきて、で人差し指がもういらなくなったからシャープ11押さえてた、これをなんか3弦のこの辺押さえれるんですけど、これ押さえちゃうとナチュラル9で外れるんですよ。ここって3マイナーの場所なので、ナチュラル9はちょっと外れるからフラット9なので、こういう押さえ方があります。3度メジャー3度弾いてないから B7 じゃないじゃないかってなるかもしれないけど、まあまああのフラット9入ってるからドミナントの B7 のサウンドになってますね。こっからこういう感じ、この指2本ピッピッて、はい。でこういうなんかコードが一拍ずつバーって変わっていくところはあんまりなんかアレンジが難しいかな、そのまま弾くぐらい、なんかもうこのコード進行無視しちゃって別の進行にするとかはあるけど、まあ、これに忠実にやると結構難しいので、例えばこういう時にメロディーとベースだけ弾くとかね、これで あんまり難しい、これで全部弾くんじゃなくてこういう感じ、ベースこのベースラインがやっぱ綺麗だから、ベースとメロディーだけ、はい。でこのやっぱベースラインをちゃんとこうやって弾いたらこの Bm 来た時やっぱ B 弾きたいじゃないですか。
この音欲しいから、さっきこうやって弾いたんだけど、これだとね、ここ弾いてないので、小指で10フレットを弾いたら、人差しでこのルートです。でここでこう、なんかやっぱ壁にぶつかるんですけど、 Bm7 フラット5を押さえながらこの形、残りの猶予は指2本、これどうしようってなるじゃないですか。まあ例えばフラット5ここにあって、マイナー7、マイナー3、あこれ2弦が制覇してるとナチュラル5度だからこれ弾けないわみたいな、こういうのを自分なりに考えて、どうしようなって、まあ2弦を弾かなければいいんですけど、これちょっと変なので、まあこういう時に例えば小指のこういうメロディーを残したまま、ウォーキングベースとまではいかないけど、ベースフレーズっぽいのを弾くとなんかそれっぽくなりますみたいな、こういうのよく聞きますよね。ピアノでもありますよね。ピアノでメロディーポーンって右手伸ばしたまま左手でドゥ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 ってベース弾くみたいな。でこのラインは別に何でもいいんだけど、今弾いたのはルートフラット5マイナー7ルート、まあ、こういう感じかな。でこの1個下げることによって E7 が弾けるので、あなんかマイナー3弾いて、この12フレットのこの音、このメロディーを弾きたいのであれば、この辺りでスライドするといいかな。ちょっとこの辺の細かいニュアンスはお任せしますって感じで、なんかもうメロディー無視しちゃってもいいけどね。この辺せっかくベース弾いたから、まあベースラインにシフトチェンジして、この Am まで行っちゃうとか、はい。でこの E7 はやっぱ、まあ、開放使える。で5度がメロディーで、さっきこうやって弾いたけど、これもディミニッシュ使いますね。 E7 の5度トップ、コードトンハーモナイズのルートの半上フラット9、でこういうところで結構一呼吸あるので、なんか E7 伸ばして一呼吸で Am で次の段入るけど、まあここでなんかちょっとピロピロ弾いたりとかいいかもしんない。カートがねこんな感じで弾いてる。なんだっけ、こんな感じの弾いてた。これはなんか E7 の裏コードの Bb7 のなんかコードトンっぽいの弾いて、で E7、まあ普通にオルタードとか弾くと、まあこれでも全然いいんですけどね。この有名なオルタード弾いて Am、やっぱ開放伸ばしてるとなんか弾きたくなりますね。やっぱ裏コードとかいいかもね。裏コードのコードトーンを弾くだけとか、あこれだけで結構かっこいい。
A マイナーのナインスに持っていく。うん、じゃあちょっと続きをやると、2度マイナー Am7 でメロディーが9スなんかこれ以外になんかないかなってなりますよね。 Am 限定の話をするとやっぱり開放弦使えて、これも自分の引き出しに入れておくといいっていうおすすめが Am7 限定ですよ。 Am7 の9スの時にこういうのがあるんですよ。まあ、これもね合うか合わないかちょっと置いといて、まあ、5弦の開放 A、 これマイナー3度5度で、2弦の開放、これは9スです。で、オクターブ上のナインス、まあ、これにしとこうかな、一応。まあ、ちょっとこの流れだとあんま合わないかもしれない。この E7 でさ、開放ボーンって鳴らして、ジャーンって壮大な感じ出したんで、ここでまたそれ弾くと、ちょっとね、くどい感じするけど、まあ今は勉強として。で、イレブンスですね。さっきこの Am7、マイナー3度トップの小指付きみたいな、これやったけど、もう一個、まあ、押さえ方あるとしたら、これもありますね。これはね、D7 サス4みたいな感じなんですけど、ここにさ、C のトライアド。まあ、こういうやり方もあります。 A から見たマイナー3、5度、マイナー7だから Am7、イレブンスがメロディーの時にこうやってなんか2回ちょっとボイシング変えてもいいですね。ていうかこれ弾いてもいいけど、これにしようかな。こっちの方がよく使いそう。これ今コードが Am と F7 しか書いてないけど、ここに D7 を勝手に入れちゃう。2-5。そうしたら、これは D7 の9スですね。これがメジャーサンド。これ1個上げるとサス4で、 Am7 っていうのはここにマイナー7度があるからこっちの方が正しいけど、まあ、Am6 ここね、なんかこういう時にメロディーがタタタタって単調な感じで下がってるだけなんで、なんか全部の音にハーモナイズするとかね、なんかそういう考え方もできますね。じゃあどうしようかなって考えて、まあ初めはこれでいいとして、 F7 の9スこの次、この音、この音は F7 から見たシャープ11ですね。やべ、なんかめっちゃお腹鳴った。シャープ11の音って、これ、F の全音上の G のトライアド。この中に含まれてるので、シャープ11。こういうのどうですか？ G のトライアド。で、その次。この音って F7 の3度なので、ここって F のトライアドですよね。5-1-3、まあ、こっちで弾いたら分かりやすい。で、次この音は
実は E フラットのトライアド弾いても一応 F7 の音からはそんなに外れないから、この同じトライアドで全音下がれるんですよね、ここみたいな。あ、別にこれが好きじゃないって人はやらない方がいいんですけど、例えばまあこういう感じで、このまま下行っちゃうとちょっと都合悪いので、まあ、ここ指一本にしますか。で B マイナーの5度、ここもな、普通にこれでもいいし、まあ、さっき言ったこれでもいいし、あとじゃあもう一個マイナー7で5度トップの時に、あ、これあちょっと後にしよう、ここにしよう。B フラットマイナー7の5度トップの時にここもね、勝手にここに E フラット7を足すイメージ2-5で、これも定番のフレーズ B フラットマイナーの1-5-9で、マイナー3度とぶつけて E フラット7、これ弾く感じにしますか。そうするとあ、なんかこれ弾きたくないななんか止まりたいね。ちょっと今のなしにしましょう。まあ、こういう感じでいろいろ試行錯誤して自分の好きなのを作るんですけど、 E フラット7なんか弾きたくないですね。これここで止まりたい。うん。で A マイナー11ス来て、じゃあまあ裏コード行って、でここから3-6-2-5、さっきこうやりましたね。ここちょっと変えましょう。あ、そっか、これ一応メロディーがなんかこの上に上がってるんだけど、なんかこれもう無視しちゃって、うん、無視してますメロ。じゃあさっきのちょうどコメントで上げてくれたそのアレンジ使いますね。この3-6-2-5ってターンアラウンド1-6-2-5と一緒。ターンアラウンドの時ってなんかいろいろアレンジができて、なんか1メジャーに戻ってきたいっていう、同じ代理コードというか、初め3マイナー Bm7 弾いた後に半音下のメジャー7弾いて、でこれが今 G キーから G キー G から見たマイナー3フラット3のメジャー7で、ここから4度上のメジャー7、4度上のメジャー7、これで A フラット来ましたね、半音上。まあ、こういうのすごくいいですよ。もちろんソロギターの時だけですけど、バンドでやってて、まあ、いきなり弾いて合う合わないはちょっとそん時そん時によるんですけど、これももちろん OK です。かな。あとなんかね、もう一個ちょっとおすすめなのは、3-6-2-5の時に全部セブンスにしちゃって、 B7E7A7 5-7 みたいな、全部セブンスにするっていう。でなおかつ3マイナーの時にナチュラル13から、なんかねこういうアレンジがあるんですよ。まあ昔から誰かが
やり始めて、3セブンの13からフラット13、そうすると半音下に下げると6セブンの9スになって、でまた半音下げてフラット9で2に来る。で A7 に来て、なんかこのクロマチックでメロディー作ってきたからいけるとこまで半音で下げてやろうみたいな、そういう思惑が浮かびますよね。それをやると、で A7 の5度 OK で半音下行ってシャープ11で、ここまで来たら D7 のルートだから、ここまで下がれましたね。はい、これ裏コードにした方がいいですね。ベースラインも一緒に半音ずつ。うん、これいいんじゃないですか。これを書こう。ここまで弾いてみるか、ちょっと今のアレンジで。ですね、ここなんか弾いてみたらちょっとくどいですね。ここ単音でタタタタって弾いた方がいいのかもしれない。ここなんかジャランってやりたい。じゃあちょっとここまでにしましょう。これ B メロも一応用意してきたけど、あ、これ書いてたな、忘れてた。ふう、なんかめっちゃ喋った。